高見博之です。舞台銀河湯伝説外伝オーベルシュタイン編を11月3日から渋谷桜ホールで上演します。今回の舞台はですね、1月に青山劇場で上演された帝国編で、ラインハルトの参謀役を務めた、僕高見博之が演じたオーベルシュタインの完全オリジナルストーリーになります。田中良樹先生をはじめ銀英伝オフィシャルクリエイターたちの入魂の作品となっていますので、僕も今から演じさせてもらうのがすごく楽しみなのですが、オーベルシュタインといえばですね、銀英伝のファンの皆様には分かっていると思うのですが、なかなか彼のですね生い立ちが明かされることはなくですね、なぜオーベルシュタインがあのような冷徹で非道なキャラクターになっていったのかというのはですね、小説の中ではあまり描かれていなかったのですが、今回の舞台でですね、田中良樹先生公認でですね、オーベルシュタインがなぜあのような冷徹で非道なキャラクターになっていったのかというですね、生い立ちをですね、全て明かす完全オリジナルストーリーになっていますので、もちろん銀河湯伝説ファンの皆様には必ず楽しんでもらえる作品になると思うのですが、もちろんですね、小説ファン、アニメファン、舞台ファンの皆様にも本当に楽しんでもらえる舞台になっていますので、ぜひ皆さん遊びに見に来てください。そしてですね、僕を含め他のですね出演者の方たちとアフタートークショーをですね、舞台が終わった後ですね、僕かなりの回数、出させていただきますので、そのアフタートークででもですね、オーベルシュタインにかける意気込みだとか、あとはいろんなね銀河湯伝説のお話だとか、田中良樹先生も参加してきてくれたりする回もあったりしますので、ぜひですねそちらの方も楽しみに、遊びに来てくれたら嬉しいと思います。一人のですねオーベルシュタイン、一人の人間がですね、もともとは人間というものは、みんなピュアな形で生まれてくると思うのですが、それがですね生い立ちや環境によって変わっていくというですね、そういった人間模様がすごく描かれる舞台になると思いますので、ぜひたくさんの方に、見に来ていただけたら、本当に嬉しいと思います。全力で、頑張りたいと思ってますので、ぜひ皆様渋谷桜ホールでお待ちしております。高見博之でした。